あ、手が取れそう。いたー、やだー、取った逆に取った。これは肘いける局面です。さあ、この肘出ました。あの一発だけで、まあもう負けちゃったからしょうがないんだけど、まあ、いくらあれでもメンタルが弱すぎる、しょうがないね。そういう体勢になっちゃった自分がいけないし、まあ、試合難しいからしょうがないけど、でももっとやれたと思う。もっとやんなきゃいけなかったし。まだやれるじゃないですか。ムカつくんですよね、やれるのにやらないって。そういうところ、俺はやりたくてもできなくなったし、でもまだやれる中でそういうふうに自分で自分を追い込んで自分の持ってるもの出し切らず負けるなんておこがましいっていうか。本来だったらもう彼女はまあ後進じゃないけど一緒に練習してる若い子とか後輩の子に何かをもう伝えて残していかなきゃいけない立場だと思うんですよ。でもあの試合でそれが伝わったかって伝わらないじゃないですか。出し切ったらいい試合だったらみんな分かるじゃないですか、そういうのって。ちょっとこの間の藤野の試合はそこに到達にもしてないから、だからちょっと厳しくいっちゃったってことがあります。だんだんあの周りがやっぱり自分より下の選手が多くなってくると強く言ってくれる人は少なくなるんですけど、ずっとまあ変わらずに厳しく見て、まあありがたいですよね。言われたらイラッとはしますけどまあでも普通なかなか言ってくれなくなるのを言ってくれるから、まあできるのかなってはありますね。まずはまあ最近でしっかり存在感を証明して、あ、強いんだって思われる試合をしたいですね、はい、殴って蹴って首絞めて勝つと思います。